荒木大介、荒木大介、荒木大介、1964年5月6日台は、東京都調布市出身の元プロ野球選手、投手、宇藤右内、ち、野球解説者。現在は、北海道日本ハムファイターズの二軍監督兼、投手コーチ。妻は、元女優、モデルの間田澄公務店の三人兄弟の三男として生まれる。 二人の兄と同じリトルリーグ、調布リトルに入団。小学六年生の時には、エースとして日本選手権極東大会に優勝し、世界大会でも優勝。世界大会準決勝のプエルトリコ戦では、ノーヒットのオーランも達成した。なお二人の兄も、調布リトルで、日本一になっている。調布市立人大中学校在学時も、調布シニアで活躍、高校は、 早稲田実業を受験し、合格、兄に続いての早実入学を果たした。なお、早稲田実の同級生には一年児より共に活躍を、した、小沢昭一や石井武弘に、松本達夫、一学年下には中学校、超フリトルシニアを通じての後輩でもある、板倉健二や上福本勤村がいた。早稲田み入学後の、第62回全国高等学校野球選手権。 大会、東東京大会では一年生ながら、控えの三塁手として、ベンチ入り。準決勝で選抜準優勝の優勝候補の、提供を三アンダカンプー。この勝利は後に巻き起こる大助ブームの幕開けを予見させる。二年生エース芳誠の故障により、二小学者大付との決勝では急遽先発を、任されることとなる。試合は二小学者大付に先制を許すも、 自軍の活発な打線と荒木の堂々たる関東勝利により、双日が10から4で解消。チームを2年ぶりの夏の甲子園に導くとともに、荒木自身にとってもチームにとっても様々な観点から重要な意味を持つ試合となった。甲子園大会では、初戦の北洋戦を含めた5試合に先発し4、完封、44回1。 3連続無失点の力投で、決勝進出の大きな原動力となるが、決勝では、AS 愛好武士、講師講座の安西健治を要する優勝候補の横浜に、初回先制され、無失点記録を、ストップ、連投による疲労もあってか請求力に、微妙な狂いが生じ、結果その後も小刻みに追加点を許し4から6で、破れ惜しくも優勝に終わった。 この時の甲子園での大活躍に加えた生活、爽やかなルックスとが相まって中高生を中心とした幅広い女性ファンから絶大なる支持と人気を集め、以降、荒木が高校野球を引退するまで移動のバスや練習グラウンド、試合前後の球場内外を大勢の女性ファンが取り囲むという光景がこの時代の風物詩になるとともに一大ムーブメントとなった。 この大会より、早日は荒木が在学中の春夏甲子園大会に5期連続で出場。世間では、大輔が新生児の人気名前ランキングの1位に上がるなど空前とも言える、大ちゃんフィーバーが社会現象としまき起こった。1982年夏の甲子園準々決勝では、畑山人志や水野勝人、江上小治らを擁する徳島。 池田と対戦するが、試合前に降った降雨の影響による、グラウンドコンディションの悪化や池田の活発な長打と、本塁打勢の前に、先発の荒木、リリーフの石井ともに飲み込まれてしまう結果となり、終わってみれば2から14という戦前の予想を大きく、覆す大差をつけられる形で、高校野球生活最後の夏を終えた。 ちなみに学年が上がるごとに、甲子園での成績が伸び悩んでしまったことについて、荒木本人は、一年時はたまに適度に球威がなかった、ことで打者の手元で伸びず、ナチュラルに沈んで、バットの芯を外れていた球が、学年が上がるにつれ休息、投球技術の向上に伴い逆に打者にとっては、打ちごろのボールが多くなってしまっていたのではないか。と後年分析している。 1982年秋のドラフト会議では、ヤクルトスワローズ、より東京ヤクルトスワローズと読売ジャイアンツが1位、指名し競合、抽選の結果ヤクルトが、交渉権を獲得。当初は総大への進学を表明していたが、松園なお、未オーナーの人柄に打たれたことでプロ入りに傾き、入団に同意した。背番号は11。ヤクルトスワローズ入団後も、 高校時代を上回る空前絶後の人気となり、荒木を囲むファンの混乱を避けるため、神宮球場のクラブハウスと球場を結ぶ専用の移動用地下道が使用された。これは荒木トンネルと呼ばれ、その後もヤクルトの選手が球場に向かう時に使用することがある。なお、このトンネルは荒木が入団した時点で、すでに存在したもので、荒木のために作られたとする説は間違いである。 三年目の後半から先発ローテーションに理事には開幕投手を務める。ファン投票第一位で選出された同年のオールスターゲームでは第一戦に先発登板し打者10人に対し1安打失点0に抑えた。も開幕投手のか10勝を挙げるなどヤクルトの主軸投手として活躍するがシーズン中盤に肘痛を発症。8月27日アメリカで フランクジョーブ失投の下で、即腹人体再検手術を受ける。しかし、リハビリを急いだため症状が悪化し、翌年に再手術。さらにには、追間板ヘルニアの治療も受けた。怪我から約4年後の9月24日2541日ぶりの一軍登板。シーズン終盤の復帰であったが、2試合に先発し2勝を上げる活躍を見せ、 チームも14年ぶりのリーグ優勝を果たした。は、規定投球回には届かなかったものの101回を投げて、防御率3.92、8勝4敗の成績を残す。西武ライオンズとの日本シリーズでは、初戦で先発勝利を挙げ、チームも日本一となる。は、後半からローテーションを外れ、は一軍当板がなくチームの戦力構想から外れる。同年オフ。 創日の先輩でもあり、自身が、ルーキー時代にバッテリーを組んだこともある、大矢明彦新監督率いる横浜ベイスターズへ、無償トレードで移籍したが、お最後に、現役生活を引退。引退後は、テレビ朝日、文化放送解説者、日刊スポーツ評論家、タイを務めた。2は、メジャーリーグのクリーブランドインディアンズ参加、2A であるアクロンウェアロズにコーチ留学し、 帰国後はからまで NHK 解説者、日刊スポーツ評論家を務めた第34回アイブフワールドカップ日本代表投手コーチも経験。2、西武ライオンズ一軍投手コーチへ就任し、成績不振の責任を取り監督の伊藤を務むとともに、辞任。同年オフ、フルス、ヤクルトへ一軍投手コーチとして復帰。からはチーフコーチを兼任した。から、 投資コーチ専人、救援防御率リーグ再開、チーム防御率は3年連続リーグ5位と低迷し、再開低迷の一員となった。同年10月9日に、球団から契約満了に伴い対談することが発表された。彼は NHKBS のメジャーリーグ中継で解説を担当、産経スポーツの評論家も務めた。また、 創日時代の甲子園大会における大活躍から、今年は NHK 大阪放送局のニューステラス関西平日夕方の関西ローカルニュース番組という番組内において、荒木大輔の高校野球100年という特集のナビゲーターとして、元高校球児への取材活動を幅広く行った。2015年度から日本ハムに軍艦特集人決定の2017年度、上半期まで、 NHK 福岡の夕方6時台のニュース番組6-1福岡ではソフトバンクホークスの解説を節目に行った2016年からは NHK のプロ野球解説者を務めた10月23日 体調不良のため同年限りで退任した田中幸男の公認として2018年シーズンより北海道日本ハムファイターズの2軍監督を務めることが発表された。2019年は投資コーチ兼任。いずれも野球解説者としてのものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。